さあ、今回でいよいよラスト。選べるチケットがあるので、イリア確定みたいなもんですね。さあ、これで、できればガチャの結果も、いい感じで終わろう。ここまで回してきたカモを優しく扱ってくれるだろう。やったー。これはお年玉ですわ。お前は違うから帰れ。ごめんな、フリード君。悪気はないんだよ。でも、こういう世界で実力主義だからごめんね。え？ちょっと待って、上げて落とすパターンやめろよ。ほんとやめろよ、それ。鈴鹿じゃん。ダメじゃん。でも、あと2つあるから。お、あ、持ってる、持ってる。あかん、あかん、あかん。やめてよ。あ、持ってない、持ってない、持ってない。セーフ、セーフ、セーフ。なんか濃厚な回になったね、最後。いいね、いいね、いいね。お、お、お。おふざけになられてる。ちょっと待って、やめろよ、やめろよ。ジェットストリーム鈴鹿と 嘘やろ。こんなんするん、最近のソシャゲは。この濃厚な赤乱舞からこんなことすんの。全部持って、うわ、つら マジ？いや、しゃあないけど。んー、どれどれ？んー、どれどれ？じゃあ、開けよっか。イリアだね。持ってないし、これしかないよ。でも、水属性の限界突破終わってないキャラ多すぎるんだよね、今。どうする？イリア出したところでって感じあるぞ。いや、でも、キャラ増やすだけでもまあいいな。多分、第一ジョブでもそこそこやれるでしょ。OK。あら、可愛らしい。取ってよかった。ちょろいな。自分で言うのもなんだけど、こいつちょろいぞ。さあ、残りのやつも紹介していきましょうか。もう選べる武具召喚チケット、何出すかな。これコラボ武器出せないの？アーチャーの、あれ、アーチャーのやつが欲しいんだけど、ある？アーチャーのはないのか。そんなに甘くはないってやつですね。じゃあ、どれがいいかな。これ結構欲しい気がするけど、そうでもないか。微妙か。これとかもいいよね。素早さ上がる。これ何が上がるんだろう。確率で回避率アップ。微妙だな。こいつがフラメルにね、つければ結構活躍してくれるかなと思ったんですけど、悩むな。いや、一番の候補これかもしれんね。こいつ、マシーナリーのこれ。あ、スナイパーか。マシーナリーじゃないのか。スナイパーか。すげえ悩んでるね。ヨーソロー。ヨーソロはもっと強いの出るんじゃないか。まあ、こんな感じでね、まだ持ってない武器を選んで作れるという。どれがいいかな。フラメル、今フラメル推しなんですよ、私。結構あいつ強い。やりますよ、あいつ。かなりやります、あいつは。こいつでいくか。フラメル大好きですから、私。初期のあの弱さから見違えるように強くなったからね。よし。じゃあ次。魂の、かけらか。これ、50個くれんのか。でかいな。超強化できるじゃん。こういうのは後で考えるか。今選ぶ必要ある？動画で 今ある。だいぶ焦って選んでない。どれでもいいんだけどね。いや、よくないけどさ。何を取ればいいのか。ちょっとタイムだね。とりあえず召喚チケットはもう、これはもう取るやつ決まりましたね。実質あいつしかいないわ。アルバ、お前出てないから。あ、ちょっと待って。ごめん、忘れてた、お前。もうなんか白目みたいな感じですけどね。俺もいいんだけどなーみたいな感じですけど、君すっかり忘れてた。まあ、アルバでいいよな。他におらんよね。おらんおらん、さすがにいない。アルバでいいと思う。取ります。 OK。 これでサポートがまた増えましたね。結構ね、かけらだけは集めておいたんですよ、ハードクエストで。こういう時にスッキリできるね。
じゃあ次、属性かけらはこれ25個か、どれがいいかな。水が足んねえんだけど。そうか、白は今ザインしかいないか。だったら水だな。水でいこう。水はね結構足りてないんですよ。オーティマもそうだし、イリアもそうだし、大変ですぜ。ウヌへの贈り物か、どれどれ。でこれはザインにしとこうかな。うん、これでいきます。よし、では皆さんお待ちかねの今回のガチャ、多分これで終わりなんで結果を。こんにちは。うわーと思ったけど、そうでもある、そうでもある、そうでもある。全部打ったらどうなるんだろうね、超楽しみ。コツコツハードクエスト回したりしてね、貯めましたし、そういうのも含めると結構なポイントになるのでは。ちょくちょく売ってるので、そっちはあんまり溜まってないですけどね。ただハードクエストのこの3とか6とかもバカにならない感じです、コツコツやればね。うわうわ、ちょっとやばいな。なんか更新したくなっちゃう感じのコイン量ですね、これ。すごいよこれ。そりゃいっぱい買い取り来ましたからね、今日コインの。おおおお、ま、ね、でも考えたら初期10万とかあった気がすんねんけど、やばいな、怖くなってきた。こっから先は星さんですから、そんなに量はない感じです。ストーリーへ4回、あでも4回しか出てないんか今回は。でも銀少なめか。じゃあ意外と平和なガチャだった可能性がありますね。ただ星さんの人たちは相変わらずといった感じですね。つま先立ちで接客すればきっと理想の体型に。すげえ武器作れるやん。いけるぞこれ、いけるで駆動、武器作れるで駆動。終わりかな、これで終わりですね。確か星1のかけらは売った方がいい感じ。さあ6万こんだけ貯まればもう交換もスムーズですよ。まあ無駄遣いしないように、こういうね、こんだけあるから更新しようってやっちゃうんですけど、それが結果的にはロスだなと思うわけですよ。どんだけ持ってでもなくなっちゃいますからね。大切にしていきたいと思います。はい、終わります。ありがとうございました。